あ、ひらひら動画でごめんなさいはい、こちらね、あのー、出てきましたね。プレイステーション2のキャッスルバニアのね、あのー、点灯反則ポスターかな。うん。これ、売ってたポスターじゃないと思うんですよ。ほんで、あの、よくあるのがねあの、ゲームを買ったらこれポスターの非売り品あげますっていうのあったと思うんですけど、これは違うと思いますね。おそらくこれ、本当にこう、お店が貼ってたやつだと思うんですけど、 こういうやつとかね、僕あの、いっぱい持ってますんで、これ喜んでもらえると思いますね。あの、悪魔マドラキュラとか、キャッスルバニアはね、あの、もう海外の人でももう有名なぐらいね、あの、人気、人気であったり、<laughs> あの、ファンの人が多いんで、当時ね、なんでこの女の人が <laughs>、まあ別にこの女の人は僕、どうのこうの言うわけじゃないんですよ。なぜこの人がこれを宣伝したのかがちょっとよく僕にも分からなかったんですけど、確か、うん、この女の人でしたね。うん。 キャッスルバニアねこれいいいんですよ面白いですすよよ面白ねでこのキャッスルバニアはね <laughs>、未だにプレミアついてないんですね。確か買う側で300円とか200円で、買い取りが10円とかですね。あのー、悪魔城シリーズで、あのー、プレミアがついてるのは、確かね、プレイステーションじゃ、えっと、プレイステーション1までやったと思うんですよ。うん、でそっから後の作品でそんなついてないですね。うん おそらくね、このポスター持ってる人ってもうあんまりいないと思いますよ。で、これもね、ものすごい綺麗な状態なんで、これもね、あの、結構欲しいなって、あの、言う、言うね、あの、マニアな方、結構多いと思います。はい。えっとね、発売、販売がね、えー、愛のムチムチキャンペーンって書いてますね。下の方なんですけどね。これも今度ね、またあの、綺麗にあの、あ、ソニー、あ、ソニンだ、この人。あ、ソニンだ。 あ,あれやね、このソニーって確かちょっと太ったんですよね。あ、そうだ、ソニーだ。<laughs> でもなぜソニーかがこれをで演じてるのかがわかんないんですけど、はい。またね、こんな感じのね、ポスターをどん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 ね、紹介させていただきまし、あのごめんなさい、いただきますので、またね、私の動画の内容はいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とコメントの方ね、よろしくお願いいたします。